チャー。日本のマスコミではあまり報道されていない敵の知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。今回はですね、中国の恒大集団が破綻した場合に起こると考えられている中国の金融危機、うん、まあ、つまりイコールですね、中国版リーマンショックは13年前のあのリーマンショックのおよそ10倍の規模になるということが分かってきました。というお話などですね、恒大集団をはじめとした中国の不動産バブル崩壊について超ヤバい最新情報を5つご紹介したいと思います。5つももちろんね、中国で金融危機が起こった場合には世界の株価大暴落、もちろん日本株、日経平均株価も大暴落しますし、うん、13年前と同じく大企業からもう町の中小企業まで、個人事業主までかなりの大規模な倒産も起こりますからね、うん、あのリーマンショックの10倍の威力、10倍の爆発ということなんだよね。なるほど。その辺のやばい話やっていきたいと思います、うん、ではね、その本題に入る前に神尾 TV から一つだけ重要なお知らせをさせてください、はい、今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しないような情報とかですね、やばすぎる裏話などやってたんですけども、うん、ワクチンの話とかいろいろやってたんですけども、それをやったらダメと YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。怒られました。なので今は別の SNS で最新情報をお届けしています、うん、YouTube でやばすぎて消された動画も3つぐらいあるんですが、そちらの SNS で復活させています、うん、メルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしています。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもぜひメルマガを登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております。もちろん資産費はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい情報です、うんうん、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい情報となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いします。お願いします。では早速本題に入りたいんですけども、はい、まずは衝撃のニュースからです、うん、これゴールドマンサックスの最新レポートなんですけども、中国の地方政府ね、うん、中国の地方政府だけの債務総額、まあ簡単に言えばつまり借金はですね、うん、8.2 兆ドルと、どつまり約923兆円に達しているということです、はあ、だ中国の中央政府ではなく地方政府ね、うんうん、日本で言うと都道府県みたいなところが、はい、借金が約923兆円、はあ、これは中国の GDP 国内総生産の 52% になるということが分かりました。つまり GDP の半分は地方政府の借金と同じ額になっているということですね、はい、ずっと前からですね、中国の地方政府の借金がやばいことになっている、総額はいくらいくらじゃないかっていういろいろね噂されてたんですけども、うん、そのどの想定よりももっと超やばい数字が今回出てきました。ほう、まあ、今回のね、恒大集団の件で地方の不動産業界が借金だらけの超やばいビジネス、超やばいビジネスをやっていたということが明らかになったわけですが、うん、中国の地方政府も中央ですね、つまり中国共産党が掲げる目標を達成するために巨大な借金をしてなんとか見栄えを良くしていたということがより判明してしまったということですね。なるほどね。まあ、中国はね、 GDP の目標値とか中央政府つまりまあ中国共産党が決めてやっていくわけですけど、当然地方ごとにこれぐらい達成しろっていう命令が下るわけですよね、うん、ですね。で地方政府はそれを達成しなあかんわけですよ、うん、何が何でも達成しなあかん、うん、だから七藤さんもずっとおっしゃったようにいろいろ数字に対して達成するけど、うん、当然ある程度は当然実績もやったらあかんということ で、 そらそうです。めちゃくちゃお金を使いまくってやってたわけですけども、うん、それによってまあこういう約まあ1000兆円近い借金が膨らんでいるということになってしまったってことですね。まあ、実際ですね、中央共産党の、まあ、中央である共産党の目標を達成できなかったら地方政府の、ね、トップなんかすぐクビになりますから。そうですね。それどころかですね、汚職とかね、いろいろな罪をかぶせられて逮捕されますし、うん、そうですね、まあ言うたら処刑されますからね。うん、まあ、天国と地獄ですよね。もう一気に地獄です。まあやって、まあ、当然まあある程度悪いことは賄賂とかもらったとしても、それがもう言われ明るみにされて逮捕されて、うん、その後どこ行くか分かりませんから。そうですね、出てこないですからね、刑務所から。そんなことは起こるんで、みんな必死になって GDP、 例えば GDP の目標じゃったらそれであるわけですね、うんうんうん、だからめちゃくちゃ借金が増えてしまっているということです。
そしてですね、地方政府の現状などいろいろなことが明らかになるにつれて、冒頭でもお伝えした通り、うん、中国の恒大集団が破綻した場合に起こると考えられている中国の金融危機、まあ、つまり中国版リーマンショックは13年前のあのリーマンショックの10倍の規模になるということも分かってきました、うん、実際問題としてですね、13年前と比べても中国経済も世界経済も当然成長してますし、うん、そして何と言ってもですね、このコーナーでもずっとお伝えしてきた通り、超やばい金融商品とか、まあ、デリバティブなどはですね、うん、もうその13年前の何十倍以上の規模になってしまっていますからね、うんうんうん、から当然13年前のリーマンショックはるかに大変なことになるということですね。なるほど。でまあね、13年前のリーマンショックの時にデリバティブっていうのがもう本当に世界を滅ぼすぐらい、うん、世界経済を滅ぼして本当に世界そのものを滅ぼすぐらいやばい金融商品やから、これやばいと規制しなあかんということで世界的にそういう動きが出ました。出ました。そしてその時に出てきたのが Yes we can のオバマ大統領、ね、オバマさんはですね、選挙の時にデリバティブはけしからんと、うん、あかんと、これやってたら世界ほんまに滅んでまうと、うん、だから私が大統領だったらやめますと、うん、we can 言ってたんですけど、 we canね、チェンジチェンジって言って、うん、デリバティブチェンジって言ったわけですけど、うん、ね、大統領になってちょっと待ったらデリバティブオッケーってデリバティブキャンみたいな、デリバティブキャンキャンみたいな、なんか逆にデリバティブをめっちゃ規制なくしたんですよね、うん、で一気に何十倍10倍以上に膨らんでいったんですよね。ほんと民主党はロゴなどせえへんわ今日はとも一緒ですけどというわけでですね、オバマさんはですね、うん、選挙前と選挙後言ってることは、まあ、全然違うって、チェンジですか、チェンジチェンジってキャン言うてデリバティブを認めてしまったんで、はい、まあ、EU とかもそれに追随して、うん、デリバティブをもっとやばいやつがいっぱい出てきて、うん、リーマンショックの反省を何も生かさず、人類を生かさず今に至ってるんで、この中国で弾け飛んだら当然その分報いが来るってことですよね。そうですね。今まで、うん、まあ、いい思いしてたわけですからね、うん、みんなが、うん、そういうことになってしまったということですね、うん、そして一つだけちょっといいニュースもあったんですけども、はい、それは日本の年金です。年金、日本の公的年金運用している GPIF ね、年金積立金管理運用独立行政法人はですね、9月末に発表しました、人民元建ての中国国債投資をしないというふうに発表しました。それまではですね、これからも中国国債買っていかんとパフォーマンス悪くなるのは買うっていう方針を一回出してたんですけど、この恒大集団とかの問題出たのでとりあえず一旦見送るというふうに発表しました。 GPIF はですね、6月末の時点で運用資産193兆円、まあ、世界最大のね、機関投資家ですから、で去年2020年から外国債券の比率 25% としてて、まあ、外国債券も買っていくとしてるんですけども、はい、基本的にほぼアメリカ国債、アメリカ債、うん、米国債であって中国債を保有したっていうことは報告されてません、うんうん、だから中国の株、中国のだから恒大集団とかの株とか一切持ってないということですね、うん、つまり恒大集団が万が一デフォルトしたとしても直接的なダメージは食らわないってことです、うんうん、まあ、とはいえですね、その時は恒大集団デフォルトしたら世界中の株価は大暴落しますし、そうですね、もちろん日本株、日経平均株価も大暴落しますんで、うん、まあ、日本株やアメリカ株などの株式投資を大量に GPIF してるんで、うん、やっぱり超絶なダメージは食らいます。食らうでしょうね、うんうん、まあ、でも一応中国の国債とは買うことは当然当面見送ったということですね、うん、なるほど、まあ、当然やけど、うん、ありがとうございます、うん、当然ですよね。でも世界の年金は買ってますからね、中国。あ、今も買ってるんだ。買う動きになるんで、当然年金 GPIF にもそういう圧力がかかって、今回、まあ、ちょっと前は買うって一旦言ったけど、まあ、今回一応今回は見送ったということで、だから僕たちの年金もですね、うん、あのその中国で運用されていくかもしれないということです。なるほど。ね、では次のニュースはですね、恒大集団の破綻問題のも実ははるか前から、うん、実は中国不動産市場の冷え込みを示唆する危険信号を灯っていたというお話です。 その危険信号というのはですね、うん、中国のもう全国各地に存在している膨大な数の売れ残り物件です。うーん、
特に近年はですね、その問題はもう悪化する一方になっています、うん、これどういうことかというと、キャピタルエコノミクスっていう会社のですね、まあ、その方が調査した試算によるとですね、中国不動産市場は今現在約なんと3000万件の売れ残り物件があります。3000万、これはで大体8000万人が暮らせるだけの住居が余っているということになりまして、ほう、これはですね、ドイツほぼ全人口に相当します。すごいな。つまり中国にある空き室だけでドイツ人全員が住めちゃうよ規模になってるってことです。3000万件空室があるってことね。すごいね。1部屋当たり2人3人住むとしたら、うん、8000万人暮らせるんで、ドイツ人全員住めましょうということが分かってしまいました。さらに購入はされたけど、実際には誰も住んでないと見られる物件は約1億件あると。1億買ったけど誰も住んでないの1億件あると。投資物件とかで、これも空きですよね、うん、その1億件とさっきの3000万件足したら大体2億6000万人分住めるんで、すごっ、なんと日本人全員住めるどころか1人2マンション使えます。すごっぐらい空き室があると。へえ、めっちゃ作ってるじゃないですか。めっちゃ作ってるし、めっちゃ誰も住んでないってこと。へえ。だから僕たち2部屋もらえるぐらい空いてるんで。行くか。もうだから中国のゴーストタウンって言われてるぐらい、ゴーストタウンだらけってことなんですね。ね、たまに新聞とかニュースとかでありますもんね、ガラガラの部屋のばっかりの。ありますよね。うん、だからそういうの全部足したらまあ1億件以上あると。へえ。でこのコーナーでもずっとお伝えしている通りですね、恒大集団がどうなろうとも、うん、中国の不動産はもうとっくにバブルであり、うん、その崩壊が始まろうとしているということですね。なるほど。まあ、その背景にあるのはこのコーナーでも何度か言いましたけど、例えば老後のお金とかこれからの資産運用を考えるときに、日本人は基本的に貯金しますよね。貯金だね。アメリカ人はまあイメージですけど投資しますよね、うん、で中国人の方は基本的に不動産投資をするとのにお金を運用しているっていうことがあります。実際だから自分が住んでる物件以外にも大体みんな 2,3 件投資物件として持ってるんで、うんうんうん、経済が伸びてて人口も増えているときは当然ね、潤うからいいけど、そうですね、もう中国も日本と実は一緒で今後人口ただ下がりになりますし、うん、こういう不景気になったらもう誰も住まなくなるんで、空き部屋だけが出てきてきて、うん、それが1億何千個余っているということ、そうですね、状況になってしまったということですね。過去20年ぐらい30年ぐらいこうドゥワー上がっていればそればっかりみんな推奨されてという感じでしょうね、うんうん、止まらなくなっちゃったという感じですかね。そういうことですね、うん、そしてそんな感じなので、中国においてはですね、不動産とその不動産関連の部門は GDP の約 30% を占めているうん、いうぐらい重要な産業になってます。すごいな。で実際この不動産とは建設業がですね、そんな 30% 占めてるっていう他の主要先進国ではないので、はるかに高いので、うん、まあ、中国はかなり不動産で実は伸びたということですね。で名古屋さんもおっしゃってましたけど、この過去数十年にわたってこの不動産っていう分野が中国経済を急激に引っ張っていくことによって、中国経済は急激に成長してたということはもう明らかになってす、うん、ということです。ただね、このコーナーでも言ってますけど、今その不動産業界、不動産投資自体に習近平さんとかがもう規制かけてるんで、その不動産今までお金を借りて買って投資してってやってましたけど、それがうまくいかなく回らなくなったのでやばくなってきたということで、うもう恒大集団の話だけでは全然ない、中国全体、中国人全員に関わるような問題になっているということです。恒大で見えてきただけなんですね。そういうこと、それで明らかになっただけで、うん、実はもう遠くに限界を迎えていたということですね。うーん、まあ、分かりやすくするためにちょっと極端に言えば、中国の GDP の約 30% は、つまりこの数十年で目覚ましい成長を遂げた中国経済は実は不動産バブルで作られていたということ。なるほど。もっと言えば、しかもほとんど空き室の不動産で作られてたってことですね。そして中国は個人消費に占める割合が 35% ぐらいって言われてるんで、うん、まあ、かなり少ないわけですから内需も期待できないということで、業界経済今後やばくなっていくんじゃないかということですね。うん、まあ、この GDP の 30% 部分の不動産の部分がね、ダメになっていったら大変なことになりますので。そうですね。ということで、中国の GDP は実は幻だったんじゃないかと、うん、いうことですね。なるほど。というか中国経済そのものがバブルみたいなもんだったと、うん、まあ、幻みたいなものだったのではないかということです。なるほど。しかしそのごまかしも通じなくなり、だん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 その正体が見えてきたということですね、うん、つまり神尾 TV では5年前から言ってますが、中国経済は崩壊するということです。
残念ですが。というわけで今回は中国の恒大集団が破綻した場合に起こると考えられている中国の金融危機、つまり中国版リーマンショックは13年前のリーマンショックの10倍以上の規模になるということが分かってきたというお話です、はい、それを中心とした超ヤバい最新情報、恒大集団などを含む超ヤバい最新情報をご紹介させていただきました。もちろんね、中国で金融危機が起こった場合には何度も言いますが、世界中で株価大暴落しますし、もちろん日本株、日経平均株も大暴落しますので、さらにですね、もっと言うと13年前と同じく大企業から町の中小企業、個人事業主に至るまでかなり大規模な倒産も起こるということも考えられます、うん、そしてね、その時ニューヨークはあのリーマンショックの10倍の超巨大爆弾が爆発するということもしっかりと押さえておいてください。プロの投資家トレーダーとしては今からすぐね、準備すれば全然まだ間に合いますので、準備の方も急いでください、うん、なるほど。投資家の仕事はですね、稼ぐことだけではなく、リスクを回避する準備をするということも超大事な投資家の仕事なので、そちらの方もぜひしっかりとやっていただければと思います。あ、なるほど。では引き続きこのコーナーでも中国の不動産業界、そして恒大集団の最新情報もお伝えしていきたいと思います。またね、何か緊急なことがあればすぐに紙折りを公式メールまでも緊急速報を出したいと思いますし、はい、冒頭でも言ったようにコロナに関連してもね、こんなやばい話実はたくさん転がってるんですけども、ちょっとねこちらで言えませんので、皆さんお伝えしたいことがありますので、バナの方ぜひメールマガの方登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております。はい、中国の裏話も続きます。チャンネル登録お願いします。します。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。あとですね、ツイッター、インスタグラムのリンクも貼ってますので、うん、ぜひそちら見ていただければと思います。最近のストーリーも結構、インスタのストーリーも更新しているので、ぜひ見てみてください。あと、神の TV はですね、実はサブチャンネルもやってまして、そちらではゆうちゃんの投資コーナーとかですね、その他このメインでやってないようなコーナーもいろいろやってますので、ぜひ一度チェックしてみていただければと思います。はい、同じく動画概要欄にリンク貼っております。それでは今回も見ていただきまして、ありがとうございました。出会った頃は不動産投資家だった七星のおぎりコーナー。俺じゃあ出会った頃不動産をやったの王ちゃん。だってあの若さでいっぱい不動産をやったので俺の不動産見に行くって言って遊びに行ったら幽霊おったけど見に行くちゃうみんなで遊んでたら急に寒気してバッて見た幽霊おってんな。怖ー、クーラーなかったけど、クーラーなかったけど涼しかった今日やけに涼しいな、何それ夏のクソ暑い時にね、真夏に、うんうん、マンションでほんまですか、うん、まあ、クーラーが真夏、この話だけですごく大事な話なんですけど、僕がその例に目覚めた瞬間なんでまた別のところでありますけどスピリチュアル体験僕がスピリチュアル目覚めたあの夜それはまた後々話すとしてですね、中国、まあ、1億3000万件ぐらい空き室あるかもしれないんで、うん、その有効活用法を教えてください、うん、じゃあ行きましょう。3、2、1、中国のたくさんある空き室の有効活用法を教えてください。はい、はい、中国にたくさんある空き室の活用法を教えてください。水耕栽培する。水耕栽培っていうのは、あの水でさ、うん、こうそなんかもう面白くないからダメだわそれ本番の有効活用法やから、ね、CO2 削減とかもね、はい、なるかもしれないし、うん、食料問題もね、なちょっと解決、うん、そういうことは聞いてんの、今は聞いてない、今は大喜利、うん、それは本編で話してください。ほんまです、ほんまです。中国の空き室を、有効活用する方法でしょ、うんうん、だってドイツ人の人全員住める、住める、まあ、日本人も全員住めるぐらい余ってる、住めるぐらい余ってる、うん、そうですよ、うん、せっかく作ったがもったいないから、うん、そうやね、どうやったらいいんですか。空き室を巡るツアーを作る。はい、ここの空き室こんなんです、次の空き室こんなんです、こんなんですこっちはこんな空き室でしょ、うん、あっちは町全体空き室ですよってね、ゴーストタウンツアーだよね。空き室をね、有効活用するには、いやいや、もう死にてくれよ。だんだん長くなってるから、こういう。わかりました、わかりました。すいません、すいませんね。ね、うん、サクッと終わらなかったのにね。はい。はい、というわけで、うん、みんなも中国に行って空き室を探そう。じゃあねー。